こんばんは。この動画は、2018年10月に投稿した動画をもとに、一部内容を修正したものです。先日、上村正幸さんの視点による、ファミコン誕生物語をお送りしましたが、当動画は、横井軍平さんの反省をもとにした、ゲーム&ウォッチ及び、ゲームボーイ誕生物語といった内容です。それでは本編スタート。第41回の今回は、特別企画として、任天堂、元開発第一部部長である、横井軍平さん特集をお送りいたします。それではまず簡単に、横井軍平さんの紹介をいたします。1941年、京都府京都市生まれ。4人兄弟の末っ子。父親は市内にある製薬会社の役員で、比較的裕福な家庭で育ったそうです。大学では電子工学を専攻しましたが、あまり勉学に熱心ではなかったようで、自分は落ちこぼれだったと、横井さんは述懐しています。卒業を控え、大手家電メーカーに就職を希望するも、ことごとく不採用となり、1965年、とにかく地元の企業ならということで、ご本人曰く、半ば焼けっぱちのような気持ちで、京都に本社を持つ任天堂に入社したそうです。だから、私は本当の落ちこぼれなんです。その落ちこぼれを拾ってくれた任天堂には、本当に感謝しています。そして入社後、暇つぶしで作っていた、ウルトラハンドというおもちゃが、当時の山内博士社長の目に留まったことをきっかけに、新設された開発課に配属され、その後、光線銃、ゲーム&ウォッチ、ゲームボーイなど、数々の大ヒット作を生み出し、任天堂を世界的企業に押し上げる、まさに原動力の一人として、長く活躍されました。横井さんが提唱した、枯れた技術の水平思考は、今も任天堂の経営哲学の一つとして息づいているようです。国内ゲーム市場の縮小、開発規模の増大によるコスト高騰という課題を抱えた中、2002年に任天堂社長に就任した、岩田悟さんの言葉。枯れた技術を使い、アイデアで勝負する。もともとそういう伝統が任天堂にはありました。宮本も横井が師匠なので、その考えを受け継いでいます。氏の人生における、大きな成功と、いくつかの挫折。私は決して天才なんかじゃありません。私はどこにでもいる普通の人。普通の人が努力を積み重ねてきたから、世間から認めてもらえる仕事ができたと言われる方が、よっぽど嬉しいんです。発明好きのただのおじさんが、人様から認められる仕事を成し遂げられるなんて、だから人生は面白いんですよ。1996年に横井さんは任天堂を退社。同年に株式会社コトを設立し、その後、ワンダースワンなどの開発に携わるも、翌97年10月に、交通事故でこの世を去りました。享年56歳でした。それではゲーム&ウォッチと、ゲームボーイの当時のテレビ CM をご覧ください。ゲームウォッチ、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 いつでもゲームウォッチ、どこでもゲームウォッチ、誰でもゲームウォッチ、ゲームウォッチ。ジャッジ、ボール、バーミン、ファイヤー、マイクロコンピューターを使ったゲームウォッチ。ゲームをしないときはデジタル式クォーツ時計です。ゲームウォッチ。 They said it wasn't humanly possible, but now you can have all the power and excitement of Nintendo right in the palm of your hand. ゲームボーイは海を越えた。対戦プレイに言葉はいらない。敵もぶっ飛ぶ面白さ。ゲームボーイとテトリス、好評発売中。テーマ1、試練と成長を授ける人。任天堂入社からゲーム&ウォッチまで。横井さんは子供の頃から、日曜大工を発展させたような工作を趣味としていました。学校から帰ると、夜中になるまで、自分で楽しむためのおもちゃ作りに励んでいたそうです。中学の時には、後にヒット商品となる、ウルトラハンドをすでに作っていたとのことです。任天堂に入社して、初めて任された仕事は、工場にある機械などのメンテナンスでした。横井さんは当時の心境を、次のように語っています。ものづくりは大好きだったけど、それが仕事になるとは思っていなかった。自宅から近い任天堂に就職して、安穏と定年まで勤められれば、それでいいかなという気分でした。
メンテナンスとは言っても、その仕事内容は、調子の悪い機械の修理や、電灯が切れているかどうかの点検といった具合に、そもそもやること自体があまりなく、幸いにして、工場には優れた機械がたくさんあったため、暇に任せては、工場に行って何かを作っていたそうです。そして、一つの運命の転換点が訪れます。ウルトラハンドを作っていたところ、山内社長に見つかり、叱られると思いきや、それを商品化せいと、とんでもない話になった。それまでの横井さんは、あくまでも自分で楽しむために工作を行っていました。しかし、それを大量生産し、商品化するとなると話は全く変わってきます。見よう見まねで設計書を作り、素材の指定から部品の調達、コスト管理に至るまで、利益を出すための商品作りが求められることになりました。当時の任天堂には、ものづくりにおける、専門的な部門はなかったため、横井さんは製造に関する、様々な工程を自分で行っていたようです。山内社長は、商品化するにあたり、任天堂はゲームメーカーなのだから、ウルトラハンドをゲームにしろという指示を下していました。つまり、何をして遊ぶおもちゃなのかということを、メーカー側が積極的にアピールすることによって、消費者が商品を購入するに至るまでの、明確な動機づけを付帯しているというわけです。ウルトラハンドは、140万個の大ヒットとなり、ほどなくして偽物が大量に出回ることになりました。しかし、偽物とそれ以上競争をするのではなく、そこはシェア争いにおける、いわば草刈り場であると判断し、横井さんは、全く新しい商品の開発に乗り出していきます。こうして趣味だったものが仕事になり、横井さんは次第にプレッシャーを感じるようになります。商品の大ヒットを受け、課題に評価されていることがバレないように、必死になって、嫌いな勉強に励んだそうです。その後も、独創的なアイデアによる商品を、横井さんは次々と開発していきます。女の子と手を握る口実ができるという考えから作られた、愛情度を測れるとされる伝説のおもちゃ、ラブテスター。シャープから売り込みがあった太陽電池と、懐中電灯の電球を使った、光線銃シリーズ。ちなみに、この時任天堂に訪れたシャープの技術者は、上村正幸さんという方で、上村さんは後に任天堂に移籍し、開発第2部部長として、ファミコンやスーパーファミコンを開発することになります。そして1980年、横井さん自身はもちろん、任天堂にとっても、ひいては日本のゲームの歴史においても、大きな運命の転換点が訪れます。国内で1287万台、世界で4340万台を売り上げた、ゲーム&ウォッチの発売です。ゲーム&ウォッチのアイデアは、横井さんが新幹線で、電卓で遊ぶサラリーマンを見かけたことがきっかけでした。ただし、横井さん自身は、ゲーム&ウォッチのアイデアについて、それほどすごいアイデアだとは認識していなかったそうです。そのアイデアが実現するに至ったのは、横井さんが昔から車好きで、中古の左ハンドルの外車を運転していたことに起因していました。ある日、山内社長の運転手が体調不良で休んでしまいました。しかし会合があったため、どうしても出かけなくてはなりません。社長の車は左ハンドル。そこで、横井さんが一日だけ運転手を任されることになりました。当時、横井さんは開発課課長です。やはりプライドがあったと、横井さんは語っています。そこで、あくまでも自分の本分である、開発課に関わる仕事の話をしようと思い、小さな電卓風のゲーム機のアイデアを、社長に語りました。社長はふんふんと言いながら、それを聞いていましたが、さほど興味を持っている様子でもなかったそうです。ところが、その後の会合で、たまたま隣の席に、シャープの社長が座っていたため、山内社長は、今しがた聞いたばかりの横井さんのアイデアを話しました。折しも当時シャープは、電卓をめぐって、小型軽量化や低価格の実現といった、熾烈な開発競争を、カシオと繰り広げていました。そして一週間後、シャープの幹部らが任天堂を訪れ、ことの顛末を知らない横井さんは、何が起きているのかわけがわからないでいると。山内社長は、君が言っていた電卓サイズのゲーム機なら、シャープが得意だから読んだんだと言ったそうです。そして、アイデアは実現化へ向けて動き出します。もともと大したアイデアだとは思っていなかった。運転手が休んだ。社長の車が左ハンドルだった。私にもプライドがあった。偶然シャープの社長が隣にいた。どれ一つ欠けていても、ゲーム&ウォッチのアイデアは、
どこかで消えていただろうと横井さんは10回しています。当時、任天堂は70億から80億の負債を抱えていたそうですが、ゲーム&ウォッチの成功により40億円の預金を作ることができました。そして山内社長はその預金をファミコンの開発に丸ごと投資することを決断します。横井さんでさえ当時その話を聞いた時はせっかくプラスになったのに何もそこまでしなくてもと思ったそうです。これは多くの企業経営者に言えることだと思いますが、山内社長のすごいところは京都のローカル企業でいるつもりなどさらさらなく、どんな成功にも決して安心することもなければ満足することもない、その貪欲さにあると私は思います。だからこそまるで何かに追い立てられるようにして山内社長は横井さんたちに対し次々と無茶とも思える指示を出し続けます。ゲーム&ウォッチの開発にあたってはどうせやるなら 2,3 種類は同時に発売しろよと命じ、ある程度ヒットした後もじゃあまた次3つか4つ考えろと指示を出します。さらに挙句の果てには横井さんの記憶によると2つのゲームを同時に遊べたらいいのではなどと言い出し、横井さんは2つの画面、いわゆるマルチスクリーンによるドンキーコングなどを手掛けることになります。これはゲーム画面の大きさを従来の2倍にするよりも当時は技術的に難しかったと横井さんは語っています。また2つの画面のゲーム機をコンパクトにするために化粧のファンデーションのコンパクトを参考にゲーム機を折りたたむというアイデアが生まれました。しかし折りたたむとは言ってもその接続部分には当然電気を通さなければなりませんし、繰り返しの動作に対する耐久性も必要になります。また折りたたむからには操作ボタンをなるべく凹凸のないようにしなければならないということで十字キーによる操作方法が考案されました。当時はジョイスティックタイプを押す声も多かったそうですが、手元を見なくてもプレイでき、なおかつコストが安価であることから最終的には採用される運びとなったそうです。そして根本的な問題として2つの画面で成立する内容のゲームを考える必要に横井さんたちは迫られます。後年、任天堂 DS の開発の際も、山内社長は、なぜか2画面にすることにずっとこだわっていたそうです。岩田さんはこのように語っています。とにかく2画面にしてくれという要望があり、その強いリクエストがあったおかげで、私と宮本さんは、ある意味、逆算するような形で、2画面が生きるネタは何だろうと、考え続けるようになるわけです。なぜ山内社長は、そこまで2画面にこだわるのか、いろいろ調べましたが、理由は定かではありませんし、そこにどういう理論があるのかも判然としません。しかし、後に横井さんはこのように語っています。上下別々に見たら、とても単純なゲームです。しかし、2つに分けることで、何十倍もの相乗効果を生むんです。上の画面を見ているときに、下の画面がなんとなく気にかかる。それがゲーム性にものすごくプラスになるんです。例えば、オイルパニックというゲームは、上の画面で、配管からこぼれる油を受け止めますが、やがてバケツがいっぱいになってしまうため、下の画面で、一定のパターンで動き回っている人に、バケツに溜まった油を渡すという構造になっています。第17回ゲーム屋は、スーパーマリオ3で、複数の障害を組み合わせることによる、意識の分散についてお話ししましたが、それぞれは単調であっても、複数のことに意識を分散させることによって、新たなゲーム性が生じているというわけです。左は、一つの画面で作られた、食材を下に落とさずに、フライパンで受け止めるというゲームです。ご覧のように、右の上画面で行われる、油をバケツで受け止めるゲームと、全く同じ構造を有しています。山内社長が、どういった考えのもとで指示を出していたのかは、もはや知る術はありませんが、少なくとも横井さんは、それによって、一つの画面で作られていたゲームにはなかった、新しいゲーム的手法を見出し、もしかしたらそれは、横井さんを師匠の一人であると話す、宮本茂さんにも受け継がれているのかもしれません。こうして、本来であれば、考える必要のない問題や、存在するはずのない課題が、山内社長の無茶な指示によって生じ、あの人は何を言っているんだろうと首をひねりつつも、その無茶を克服することで、横井さんたちは、個人としても、企業としても、確かな技術的進歩を遂げ、ゲーム作りにおけるノウハウを身につけたのだと思います。
そしてはじめは、安穏と定年まで勤められればいいと考え、自分を落ちこぼれだと思っていた青年は、やがて、自らの仕事にプライドを持つようになり、そのプライドをきっかけの一つとして、ゲーム&ウォッチが作られ、それは会社を救っただけでなく、ファミコンの誕生にもつながっていくことになりました。私は決して天才なんかじゃありません。私はどこにでもいる普通の人。発明好きのただのおじさんだって、人様から認められる仕事を成し遂げられる。だから人生は面白い。前編の動画は以上になります。ありがとうございました。前編を最後までご覧いただき、ありがとうございました。中編では、ゲーム&ウォッチの例を元にした、横井さんの理論、枯れた技術の水平思考の解説、若手を立てる組織論、横井さんが宮本茂さんに教えたことなどをお話しいたします。中編は、動画説明欄にリンクを貼っておりますので、そちらからご覧いただければ幸いです。それではまた中編でお会いしましょう。おやすみなさい。